$100 having listened to record second date. Absolutely. $1 with a $100 discount. That's the MRT and UPM, all signed with a special effects of the Woody Shirt class of listen to record. Absolutely. $1 with a $100. このズンチャー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 は I'm waiting。 声入ってんな。これは I'm waiting 今出たから違う。宇宙のお祭り結構知ってるじゃない。おっしゃ、2問連続正解。え、また I'm waiting じゃないこれ。ああ、そういうことね。つまり君は僕に憧れて、それで一生懸命勉強したってことか。え、これ出題する問題被ることあんのか。今1問目と3問目同じだったよな。これ3問正解すれば OK ってことか。まだやんなきゃいけない。うん、そういえば結構音楽わかってる風のルックスになってきたように感じるよ。意外と僕たち似た者同士かもね。うん、そうだね。これからはちょっぴりフランクな関係だね。簡単に言うと音楽仲間。いや違うな、まあぶっちゃけて言えば親友かな。リアルフレンドか、そんな感じだよね。お願いさ、親友。あ、いい言葉だね。じゃあまた。よし、やった。ヘックストラック、ロックエンロール、ディアマイリアルフレンド、Don't stop me、 ご機嫌なディスク買っていきなよ親友、グルーブ、グルーブしてるかい、しろよ、1枚100ねか。もう何も言わないか。どれでも100ねかだぜ。 All right now、 だぜ、イエイ、ジャケットもあったらしね。いや案外スムーズにいけたな。もっと長引くかと思ったけど、ここまで、5分ぐらいの挑戦で来ることができた。いやよかったよかった。絶対もっと1時間とかかかるかなと思ったけど、バンドのマネージャーを務める旅行食生物、演奏がうまくいったやつの笑顔。これさ、ジミちゃんのデモテープ、あれ G マンで宿よろねとか言ってるけど、音楽関係のさ、なんか買えば、なんかそれっぽいのあるか。いや分からんな。いやこんだけ種類あるのによく正解できたと思うわ。こいつに物見せたりしたら反応あるか。うい、あーダメだ、物見せても反応しないタイプね。お酒をあげよう。お酒もダメ。前そもそも見せたかどうかも覚えてないんだけど、あ、間違えた。ノージーのおもちゃ、違うか。いやまあ多少は進展あったからよかったわ。あ、いた。お、くっそ。え、こいつさ、驚くと奇妙な鳴き声とともに逃げてしまう。驚かせなければよかったんかな。今ちょっと急に大声出してさ、びっくりさせちゃったから逃げたのかもしれん。そっとそっと、こっちめっちゃ見てる。怖くないよ、怖くないからね、怖くないよ、いい子でいてね、いい子でいてね、いい子でいてね。来た、よし、ざま、やったぜ。ふう、意外と調子がいいな。目ん玉潰れてんじゃん。トミー救出するで、チュチュピピピピと。で、お金も回収できるし。いや、さっきのバーンをさ、もうアリ金全部使って CD 買うぐらいの気持ちでいたんだけど、まあ、それで CD 買って覚えてさ、やろうかなみたいに思ってたんだけど、いや、意外とどうにかなってるから、今、お金、どうなん？ああ、それでも1200しかないのか、ないんだな。まあ、どっかのタイミングで鳥男の
賭けあるじゃん、青い鳥とか黒い鳥とかのやつ、あれをまあまた実況外とかで一気に荒稼ぎしておきたいなみたいに思ってて、おいっす。こいつに酒見せたことあったっけ。それなんじゃ。こいつ酒見せてもそんな反応しないやつか。花火とかは前に見せてるよな。で、こいつがなんか鳥のオブジェみたいのを手に出すんだけど、なんかよ、はい。不眠不休で店休み。店休みとかって言ってけど、別になんかお店らしいことやってないんだよな。いいえ。あ、ほい。意味不明なんだよな。ドリーム星人、人の夢を食べる宇宙人、困ったことに夢を食べられた人は眠れなくなる、試験の前日向き。夢の中に、いや違うか、夢の中に出てきてるなんかオレンジ色と緑色と青のよくわかんないやつ夢で見てたような気がするんだけど、でそうだ、花火屋があって、まあ、ここは入れないでしょ。いや、アメリカ屋のワンチャン、俺あいつにダリアだっけ、ダリアにノージーのおもちゃ見せればなんか反応あるかなと思って来たんだけどさ、めったに感情を表すことがなく我慢強い、オスにはトゲがない。この我慢強いやつを、これなんか動かせたりしないか。朝なっちゃった。おお、起きた。何も反応はないね。で、ここのガキに話しかけて、寝起きの、あ、なんかイベントやってる？朝に来たら、あ、お兄さん、ペアレンツが私に何かプレゼントしてくれるらしいのよね。そうよ、ダイヤ。ママ、一生懸命作ったのよ。ダイヤの部屋に置いてあるけん、見ておいで。急に博多弁出た。なんだか楽しみだわね。規制が聞こえてる。ペロゴン？あ、これ勇者に、勇者にほふられたんじゃないの？ペロゴン、どうしたの？あら、はじめまして、おじさん。この子はペロゴン、私の彼氏を。おじさんも触ってみる？チクチクして気持ちいい。おじさん何するのよ。おじさんって何、今家の中にいる主人公のことを言ってんのか。主人公のおじさんとはまた別なのか。大変なの、変なおじさんがペロゴンをいじめてるのよ。勇者のことか。あ、すげえ震えてる、めっちゃ震えてる。こんな時は男が何とかするもんでしょう。あ、ダメだ、なんかノージのおもちゃを見せたかったんだけど、ダメだ。マナーモードみたいに震えてる。オーマイガー、恐ろしかー。なんか部屋にさ、飾ってあるみたいなこと言ってたよね。あ、これがペロンのぬいぐるみを持ってく、完成したぬいぐるみだ。あー、かぶってみるか。多分これ正解なんじゃないか。丸腰で外に出たら殺されるから、これをかぶった状態でいくとなんかいいことがあるみたいな。あら、ブサイクな人形ね。何の動物？これ両親が一生懸命作ったやつなんじゃないのか。恐ろしかしか言ってくんねえ。はい、これでとりあえず外に出ましょうと。おお、退治してる。勇者さ、服装戻ったん？前にさ、パンツとブラつけてたよな。あの虹の橋がかかってた時に。いや、俺さ、実況中に全然気づかんかったんだけど、あれパンツとそのカウントダウン3210みたいなあったじゃん、
虹のやつ、まあ、それの残り時間が210あたりでなんか急にバタバタし始めてパンツかぶってブラつけたりしてたみたいなこいつで、あとなんだっけ、恥ずかしいはもうそれに関してなんか言及してたんだよな。あんな姿で来られるとはどけるしかねえなみたいなセリフ言ってんだけど、俺は実況中にその隣の画面のニッカポッカのどっちかが言ってるセリフだと思ってさ、完全にスルーしてたんだけど、あれは恥ずかしいわのセリフ。何したらいいんだ。おうおうおう、ペロゴンを助ける。俺の方がっつり見るな。スルーできん。 AT フィールドみたいなのが貼られてて、これ以上は行くことができない。でもペロゴンが2体に分裂みたいなさ、ちょっとこれ何したらいいかわからんな。この姿だけじゃまだダメ。一旦こっちの部屋にもなんかあるんじゃないかな、良さげなアイテム。それを持って駆けつければいい感じか。パパスコミックス、いや、ろくなもんがねえな。どっちも同じ内容じゃねえかよ。ほうほうほう、この絵もだいぶ前に見た記憶がある。この姿になっちゃったらさ、もうメニューも何も開けないんだけど、正しいんかこれは。んで上行って、まあ、言うてでもこの部屋で取り逃してるもんってないよな。でもこうやってやってる間にも時間が経過してるのがちょっと怖いよね。今んとこメニューは何もポーズすることすらもできないからな。え、このぬいぐるみ着るのがそもそも間違いだって。夜になっちまったよ。おじさん今日一日中この格好して人ん家うろうろしてたっていう感じだよね。こっち側に開かない。冷蔵庫僕分かってる。冷炭、冷冷炭みたいなことか。暖炉、冷炭。おお、違う違う、そういうわけじゃない。ここで燃えればよかったのか。おお、バーニングアタック。いいこと思いついた。え、燃えてるやつを切ってこれで OK みたいな感じなんか。でもこのイベントやったってことは、ペロゴン、無事でよかったわ、本当によかった。ああ、チクチクするわ。おお、なんか今ハート3つぐらい回収しなかった。ありがとうね、おかげでペロちゃん助かりましたわ。一番最初のさ、なんかクソゲーみたいなお城から出てさ、ドラゴン倒しに行ったゲームあったじゃん。あん時にペロゴンを倒してその後お城みたいなところに行ったんだっけ。まあでも何かしら勇者関係のイベントが起きたってことは、これがフラグだと思うんだよな、タオがレベル上がる条件みたいな。だからタオも今レベル上げることできるんじゃないかな。お兄さん、なかなか骨のあるいい男ね。ダーリン、あなたからも礼を。ダーリン、ファイアーベロゴン。
ペロゴンか、勇者ファイアアタック、勇者メン、勇者メン新しい漫画か、おおぽいな、ダーリンは疲れてるんだわ、許してね。お兄さんみたいなブラザー欲しいな。ダリーは怖がりで頼りないもの。これ俺ハートはさ今誰の、いやでもハート3つさ、これダリアのハートを手に入れたっていう認識でいいのか。農地のおもちゃ見せても何の反応もしない、仕事始めると寝るのも忘れるの、もう言うて寝ちゃってるよなこのガキ。ああ寝ちゃった。でも基本その一人のキャラクターにつきハートって一回しかもらえんよな。この前の勇者の事件でぬいぐるみ壊れたけど後始末大変だったのよ。もう作るの嫌。いつの間に後始末したんだ。言うてでもただ燃えかすになっただけなんじゃないの。でペロゴンの方はさどうなってんの。いやたまたまさっきあれだよな、左の方の風車親父のさ 0.00 単をさ死んでんじゃん。ギガ 0.00 単がうまいことヒントかなと思って暖炉の中に突っ込んだら正解だったわ。まだでも回収できてないのがちょっとな気になるところなんだよな。で久しぶりにまたここに来たけどどうだ、なんかイベント変わる。ゆきんこちゃんお寺のお守り神として親しまれてきた。お経が大好きで特に魔除け系を聞くとじっとしていられない。これさバーンのバーンから CD 買ってさお経みたいなやつを聞かせてやれば回収できるみたいな、そういうことかな。だから CD ショップでなんかある程度このセリフ変わんねえな。 CD ショップである程度さ MD、 まあ MD ショップなんだけど MD を買ってそれを聞かせてやるといいみたいなことか。いや違う、オンアキャボベイシャウノーソワカハラダラリタボーシジッタボーダハダミヤ悪霊退散。これお経だ、これが、あ今のお経を読むのがフラグなのか。これあれかな、夜にお経を読むのがフラグだった、そういうことか。はい、ゆきんこさん救出するで、チュチュピピピピと。いや今回さめっちゃカットすることになるかなと思ったんだけどすげえ順調にいってんだよ今のところ。はい160年か、これでレイタンレイレイタン誰の声だよ、りょうかいってもすげえ声だよな。お経みたいなのも読んだ帰れスリープタイムじゃじゃなくて帰れなんだもんな。うんで一回出ましょうと。いや時間も一回もう夜だしラブも複数回収してるから、まあ、セーブしに戻んのもありだよな。で帰ってきましたよと。結構ハート集めたよな。ちょっとこの辺の自宅の探索あんまり変わんねえか。なんか進展してたりしないかなと思って見に来たんだけど世界図も世界図でこれといってどっか新たに行ったみたいのないもんな。あーそうだ、山猫県久しく行ってねえな。山猫県にキノコ見せに行くみたいなことを考えてたんだけどさあいつらのラブも回収したっけ。人間のラブを回収したかどうか分かんないのちょっときちいよな。モンスターは、まあ、テレビ見たりとかすればさ、まあ、あと死体があるかどうかでさ
ラブ回収してるかどうか確認できるけど、人間はね、ラブ回収したかどうか分かんないから、自分の実況動画見返すしかないよね。で、おじさん、ムツジロウの衛星放送局ですよと。あなたが助けてくれた動物たちの合計は結構増えたよね。全部で31匹ですね。あと20か。だいぶ大所帯だよ、これ。あと20匹の魂がさまよってますよ。みんなを助けてくださいね。頑張れ、おじさん。それではまた明日。で、俺もコーラを飲んで、ちょっと元気つけるわ。かあ、うまいね。夜勤明けみたいな感じだよ、この生活サイクル。で、ベッドで眠って、2レベルぐらい上がるんじゃないか、今回。さすがにでもそれはねえか。6ラブ必要だもんな。12ラブ必要ってことになるよね。2ラブ、2レベル必要になるってなったら。ペロゴン救出しましたね。バーンの親友になってあげました。それもラブ、これもラブ。ペロゴン救出が3ラブ。トミー。あの魚みたいなやつ。うん、で、ユキンコさん。おめでとう。おじさんのラブがまた一つ深まりました。これでおじさんはラブレベル20、愛のエキスパート。あと2ラブが必要です。これ本当は6ラブぐらい必要だったけど、今一気にラブを回収したから残り2ラブで済むよみたいな、そういうことかな。いや、割と好調だな。今も違うかな。あ、来た来た来た。そういうことか。はい、キャッチ。いや、絶好調。なんか犬の一声があれば喜ぶぜみたいな説明文書いてあったよな、こいつ。犬神前は救出するで、チュチュピピピピ。タオに話しかけて鳴き声を出させればよかった。それがフラグだったんだな、こいつは。80年からもらっちゃった。いや、ちょうどさっき目覚めて夜だったんよ。だからこのイベントをできるかなと思ってやってみた。で、スラコな。どのタイミングでスラコをキャッチできるかだよな。これも多分いけると思うんだよな。あ、スラコを後ろからキャッチするんじゃないか。あいつが横向いたり正面向いたりするじゃん。で、一瞬後ろの方を見る。この瞬間に、来たー。そんなに難しくねえんじゃん。いや、一気に進んできたな。どうした？いや、俺まだ攻略は見てないんよ。攻略見てないけど、ちょっと説明文とか見て思い出せそうなやつ、可能な限り思い出そうとしてたら、なんかすごいトントン拍子に進んでる。んで、180年か。いいね。んで、寝るか。うん、とりあえず寝よう。まあ、一旦今2匹回収したから、2匹分のラブで、まあ、レベルは上がるじゃん、とりあえず。それもラブ、これもラブ。動物たちの魂からラブです。スラコ。犬神マイマイ。おめでとう。おじさんのラブがまた一つ深まりました。これでおじさんはラブレベル21。愛の円熟期。結構レベル上がってる状態だよね、これ。マックスレベル25とか6ぐらいなんじゃないのかな。5ラブが必要。いや、俺さ、行きたい場所あってさ、まあ、とりあえずそこ向かうわ。え？あれ？なんかちょっと違くない？電気で元気になるのはまず、電気を呼ぶ性質あり。いや、行きたいのは、いや、ここもちょっと関係してんだけど、電波リキュール、これで元気になるんじゃない？ダメか。俺が食べる。俺が電波リキュールを食べる。
え、このアイテム、あ、ダメなのか。そういうアイテムじゃないのか。なんかこいつの体の形、前に見た時とちょっと違うような気がしたんだけど、まあそもそもこの動物に、モンスターにアイテム使うのって基本的にないよね。いやー、電波リキュールかなと思ったんだけど、で、俺がこっちに来た理由っていうのもさ、これ?こいつを捕まえようと思って、夜になんないとダメじゃん。夜になって、サボテンニョキキしてきて、岩の一部の部分で捕まえることができると思うのよ。だからとりあえず、まあサボテン待ちな。で、あと、左の方に釣り堀あるじゃん。その釣り堀で、釣れるんじゃないか説。あの電気ナマズね。はいはい、ニョッキッキと。で、この位置だったら捕まえれるんじゃないかなと思うんだが、どうだ?何パーとか前に、ここをすごい勢いで横切っていったような記憶があるから、ちょっとここで待機するわ。ああ!いや、でも、合ってた。うわあ。はあ、むつ。なぜだ?え、これタイミングすんげえシビアなんか。今の3回目だぜ。まあ、時間制限そんなにきつくないから。まあ言うてあれか、昼になったらサボテンが下がっちゃうっていうデメリットはあるけど、HP ゲージ的に全然余裕があるから、大丈夫だとは思う。上向いた方がいいかな?いや、横の方がいいか。はい。あ、いけたー!今までの苦労は何だったんだっていうぐらい、スムーズに、高度5メートルの高さを飛ぶ魚、ゲット。なんて名前なの?タイファイター、救出するで、チュッチュピピピピ。まあ、あの、お金回収したいけれども、ちょっとどうにもなんないから、はい。で、こっちで釣り。久しぶりだよね、釣りすんの。おー、なんか、色がやばい。釣り上手くなったから、あれかな、ゲージがなんか楽っていうか、おお、ばっかでっかいの釣れた。砂ウツボをゲット。何用のなんだ今の。釣れてない。ちょっと見にくいな。浮きが沈んでんのかその辺が分かんない。はいはいはい。いや、前に、釣りは上手くなりましたよ、みたいなことを。なんか、餌が、うおぉ!え、ミジンコ大王をゲット。餌があります。え、マジか。あれ?ストックなかったっけ?え?あ?待て。池が干上がってない?ストックに、はいはい、釣りの餌。あれ、電気ナマズって、俺、ここで釣れるイメージだったんだけど。ああ、なんか急に波が。謎だよな、その仕様みたいの。ほい、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 ほい。結構手強いかもしんない。ああ。砂漠クジラ、砂漠クジラってことね。まあ、餌もうなくなっちゃったから釣りできないんだけど、電気ナマズ違うのか。じゃあ電気ナマズどこで仲間にできるんだ?なかなか実りのある一日だったぜ。今釣ったさ、魚とかやっぱ売れば、ミジンコとか、ああいうの売れば、結構いい値段で売れたりすんのかな。で、タオ関係のイベントは、まあ、タオのレベルを上げてばあちゃんを救いたいんだけどさ、まあそれはまた次でいっか。
とりあえずタイファイター回収、レベル上がんねえか、まあしゃあないってことで一旦終えるぜ。次回に続く。